松江市は、島根県の出雲地方に位置する市。島根県の県庁所在地であり、中核市に指定されている。松江市郊外から望んだ、松江市の中心部新宿から望んだ、松江市西部の町並み北は、日本海に接する島根半島の北山山地、新宿と中海、南は中国山地に挟まれた地域に広がる都市。 松江藩の城下町を中心に発展してきた山陰最大の人口を要する中心都市であり、鳥取県の米子市と共に中海、新寺湖、大仙県行きの中核を担う。新寺湖から中海に注ぐ大橋川によって松江の市街地は南北に二分されている。新寺湖藩、大橋川の両岸に築かれた町であることや、松江城下の堀川の保存状態も良いことから、 水の都とされ、水橋水都全国会議の第1回会議は松江市で開催された。松江市中心部周辺の空中写真。2009年5月11日撮影の50枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。積雪時の松江市の中心部に今回側気候であり、冬は曇りや雨。 雪の日が多く、日本海寒帯機団収束帯の影響を受けやすい。ただし、大陸からの距離が比較的近いために雪雲がそれほど発達せず、また、新事故や中海に囲まれる海洋性の影響から気温は比較的高く、年間降雪量は89センチメートルと同じ山陰の鳥取市の214センチメートルや、 米子市の 133cm と比べると、降雪量は少ない。過去最新積雪は1971年2月4日の 100cm で、唯一の積雪 1m 以上である。近年では2011年1月1日に、積雪 56cm を記録した。春から秋にかけては、比較的好天の日が多い。一方で夏は蒸し暑い。野白町の田は山、遺跡。 大場町の茶臼山周辺に点在する古墳群、大草町の出雲国町跡、竹山町の国分寺跡など古代から奈良時代の多くの遺跡が松江市南部の大川下流域、中海周辺で発見されている。縄文時代からの遺跡も中海、新寺湖周辺には多い。国宝の本殿を有する新婚神社は出雲大社の元の地である。最古の埴輪も発見され、 風土期以前からの浅組の死など、中海圏域が古くからアジアとの玄関口として、栄えただろうことをお伺い知ることができる。また、もつ平坂など神話に出てくる地も多く残る。中海から来て大橋川に至るところの、八たの私は、風土期の時代から、未だ現存し動いている。出雲王朝大国主名や今年の主人から、山和王朝に権力が譲られたという、 国譲りの神話による、青芝垣神事、諸手船神事は、今も三穂の関町で行われている。室町時代は、出雲守護を代々継承した京国家の守護所が置かれた。戦国時代には、京国家文家の天子家が台頭したため支配下に置かれる。本格的に開発が進んだのは、堀尾義春が1607年から1611年に、足掛け5年をかけて、 松江城及びその城下町の建設を行って以降のことである。1634年、京国忠敬が若狭小浜藩より天保となり、松江藩主となる。城下は近世都市として整備され、山陰の都として栄えた。江戸時代中期以降は、新藩へ地前末、平家の城下町として栄えた。中でも有名な藩主が、松平不満以降の異名を持つ松平春里である。 明治時代になると松江は、島根県の県庁所在地となった。小泉役もが訪れたのもこの時代であった。市の機関県、市の共同機関主な県の機関、公共施設主な国の機関等を参院。合同銀行本社松江市は、参院地方の拠点都市の一つであり、鳥取県の米子市とともに、鳥取、島根両県を統括する支店が多く置かれているほか、 山院地域で展開する企業の本社も多い。しかし、山陽地方の都市と比較して、経済力が高いわけではなく、人口規模も他の山陽地方の中核市に比べて、小さい。データは2005年。証券会社中心となる駅、松江駅路線バス高速バス高速道路、一般国道県道道の駅温泉寺社、松江神社拝殿熊野大社博物館。 図書館島根県立美術館幸運閣コンサート、コンベンション施設体育施設遊覧船。ありがとうございます。